はい、こんにちは、品川です。皆さん見てますか？はい、ライブの方を始めていきたいと思います。どうでしょう、聞こえてますかね？今回は、持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法を話していきたいと思います。持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法ですね。私はですね、ビジネスを、3年ほど前に始めまして、インターネットを使った転売ビジネスで、起業したんですけども、起業して3ヶ月目で、110万円、そして、4ヶ月目で230万円という利益を達成しました。その後ですね、その転売ビジネスを自動化させて、で時間の自由とお金の自由を手に入れまして、で海外を旅して回ったりとか、あとは、転売ビジネスを人に教えるような、そういう活動をしています。そういう中でね、ビジネスに興味がある方、そして、今サラリーマンの方で起業したいなと思っている方であったりとか、あとは、もうすでにね、会社を辞めているんですけど、自分のビジネスが、いまいち、いい調子じゃないから、これからね、なんとかしてこうビジネスを軌道に乗せたいと、そういう思いの方なんかもいらっしゃると思うんで、ぜひビジネスに興味がある方で、自由な収入を得たりとか、時間の自由、そして場所の自由なんかを手に入れたい方に聞いていただきたいと思います。どうでしょう、これ音とかちゃんと聞こえてますかね？もしよかったら、いいねボタンとか押していただけると嬉しいです。あ、カノさん、こんにちは、よろしくお願いします。はい、で今回のテーマね、再度言いますけども、持ち出しゼロで、ありがとうございます、持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法ですね、について話していきます。で今回のこの話を聞くだけで、こうビジネスど素人の方ですね、全然ビジネスやったことないよ、1円も稼いだことないよっていう方でも、自力ですぐに収入を稼ぐことができます。そのぐらいシンプルで堅実な方法をお話しします。で例えばですね、そうだな、いつものこう収入がこういつも給料だけでこうカツカツだよって、生活だけで精一杯だよっていう方が、例えばこう仲間とか友人に誘われて海外旅行に行きた、誘われたとか、そしたらなんかこう10万ぐらい、必要だなってなった時に、この方法を知ってれば、すぐにね、その10万円も稼い で旅行に行くことができます。例えばそのぐらいパワフルな話になります。で逆にですね、この今から話す方法を知らないままだと、こう一生こう儲け話に踊らされて、こっちの儲け話がいいかな、こっちの話がいいかなってこう踊らされてですね、こうお金を失うだけで、もう収入といったらお金を、会社からもらう給料しか、思いつかないような状態で、相当な高収入じゃない限り、もう一生お金の不安を感じたままの、抱えたままのこう辛い人生になってしまいます。なのでぜひね、今回の話を聞いていただいて、持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法を手に入れてですね、収入を得ていただきたいと、そんな風に思います。はい、で今回も3つの、ポイントでお話ししていきたいと思うんですけども、私はですね、こうインターネットを使った、ネット物販ビジネスですね、物販、物を売るっていうビジネスですね、をやってますので、それにちなんだ話になっていくんですけども、これね、転売とかネット物販とかっていう話だけではなくて、今後の時代をこう豊かに生き抜くために、このポイントとなる言葉があるんですけど、これはね、よく聞く言葉ではあると思うんですけど、ほらインターネットっていう言葉なんですよね。インターネットを入り口にする。で、何でもそうなんですよね。もう物事を調べるにしても、地図を見るにしても、物を購入するとか、お昼ご飯どこに行こうかなとか、あとは、飲み会の会場を探すとかね、いろいろあると思うんですけども、全部ネットで探しますよね。でさらに注文することもあるし、調べ事もします。なのでインターネットを入り口にして、みんなインターネットで購入したりしていくようになってるんで、これに絡んだビジネスをあなたが覚えるっていうことが、今後ね、豊かにそのお金の心配から解放されて生きていくための大きなポイントなんですよね。ですから
別に転売を進めるとかそういうわけじゃないんですけど、それだけじゃないんですけども、とにかくインターネットを入り口にしたそういうビジネスをするっていうことがもうものすごく大事で、逆に言うとね、これ気づいている方って非常にまだ少ないんですね。少ない。なので、でもう何年も前からもうネットビジネスとかって言ってる人いっぱいいるよと思うかもしれないんですけど、もうとことんやり込んでる人っていうのは本当に少ないですから、ぜひねこれを聞いてるあなたはですね、それに取り組んで、ぜひ、ネットを使って、人と交流する、そこからそのお金を収入を得る、そして価値を提供するということを活動をねやっていただければ豊かな生活が手に入ると思います。ということで、まずね一つ目なんですけど、一つ目のポイントはこれはね、ちょっと転売とかかじったことある人は聞いたことあるかと思うんですけども、不要品をヤフオクかメルカリで売るっていうことになります。不要品をヤフオクかメルカリで売るで、あなたの部屋ね、今住んでるお家をいろいろ見渡してもらうと、いろんなこういらないものを持ってると思うんですよね。古い服とか、使わなくなった道具とかね、でそういうものを必ず持ってると思うので、それをもうヤフオクかメルカリで売ってほしいんですね。でこれコツなんですけども、ちょっとファッション関係とかそういう若い方にがターゲットになりそうなものはメルカリがおすすめで、で、ちょっとねマニアックなものだったりこうマニア向けのものなんていうのはヤフオクが、おすすめです。まあどっちかね、アカウント持ってればどっちでもいいんですけども、とりあえず、不要品、いらないものを片っ端から集めてですね、ヤフオクかメルカリで売るっていうことをしていただきたいんですね。でこれね、あんまり高く売れないと思うかもしれないんですけども、実は結構ね、本当ゴミだと思ってるものが3000円ぐらいで売れたりすることあるんですよね。僕がですね、最初ヤフオクを初めてやった時、初めてやった時は、転売始める前なんですけど、車のパーツがあったんですよ。車を買ったらね、エアロパーツがついてて車体が低くなるやつですね。こうちょっとヤンシャっぽいやつなんですけど、それがちょっとかっこ悪いなと思って、中古車だったんでそれがついてたんで、それをもう売ってみたんですよ。で1円からスタートしたオークションで販売したら、なんか2万円ぐらいになったんですよね。なんかパーツ屋さんかなんかが買ってくれたんですけど、まあ、それで、もうゴミ処分も大変だなっていうふうなものだったんですけど、それが2万円に変わったと。で送料は、まあ、お客さん持ちですから別に自分の実費はかからないと、そういう状態で、お金が手に入るっていうことですね。でこれはね、じゃあ2万円がゲットできたんですかっていうと、で実はそれだけじゃないんですよ。実は、不要品をネットで売るってことは、ただその売ったお金が手に入るだけではなくて、ネットで不要品、物を売るっていうやり方を覚えることができるんですね。で、さらに言うと、今言った、エアロパーツですね、ポンコツのエアロパーツが2万円で売れた、あ、エアロパーツのポンコツのものが2万円で売れるんだっていう相場を覚えることができるんですね。なのでこれは次のポイントに関わってくるんですけど、とにかく売れる価格とかに気にしないで、たくさんですね、不要品もかき集めて、もうゴミだと思えるようなものも売ると。で売れないものももちろんありますけども、意外に高く売れるものもあります。さっきエアロパーツって言いましたけど、あとはですね、おむつ、子供の、赤ちゃんの時に使ってた布おむつが何枚だろう、20枚か2、30枚あったんですね。もう中古ですよね。もううんちがついた、まあ、もちろん洗ってありますけど、中古の布おむつをちょっと販売してみたんですね。そしたら3300円ぐらいになりましたね。過去うんこまみれになった、おむつが、まあ、そういうのね、探してる人がいるんですよね。普通だったらそんなのゴミだと思いますよね。ところが、まあ、想像するとですね、まあ、1人目の赤ちゃんをこう妊娠してるお母さんなんかはやっぱお金もそんな余裕がないと、で布おむつが欲しいな、で買うと高い、で中古でもいいから安くヤフオクで売ってないかなって探す人が世の中には少しはいるってことですね。で、
1円で出したんですけども、それ競い合って何人かの人が高値をつけていって3300円まで上がったと、まあ、そのぐらいの価値があるっていうことを知ったわけですね、はい、なので、まあ、今、ポイントの一つ目としては不要品をヤフオクかメルカリで売るっていうことなんですけど、これは売れたお金をゲットするっていう意味だけではなくて、メルカリとかヤフオクで、物を売るっていうスキル、やり方を覚えることができる。さらにですね、その売ったものの価値を知ることができるということですね。意外な、自分が思っている以上の 高値で売れることもあるし、これは売れると思っているのが全然売れないということもあります。それは自分の感覚と世間の人の感覚のズレなんですね。でそれはズレのままだとね、独りよがりのビジネスでは儲からないので、この不要品を販売することによって、物の相場感を一個ずつ覚えていくということができます。でさらにね、すぐキャッシュも入りますよね。売れればもう数日後には自分の、銀行口座にチャリンと振り込まれてきますんで、おお稼げたじゃんラッキーみたいのを味わうことができます。はい、で2つ目のポイントですね、持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法の2つ目なんですけども、今言った不要品販売でですね、売れた価格以下で仕入れられないかを探してみるっていうことなんです。例えば先ほど僕が言ったエアロパーツ2万円で売れました、これを1万円で手に入らないかなって探してみるってことですね、まあ、ちょっと物もでかいし、ちょっと現実的にはかなり面倒くさいと思うんですけど、私が過去、以前話したことがある例で言うと iPad、 古い型落ちの iPad を1万6000円で不要品でですね、持ってたものも売ることができたんですね。1万6000円で不要品だったから別にいくらで売れてもよかったわけです。3000円で売れても僕は嬉しかったんですけども、1万6000円までいった、そういう経験をしたんですね。じゃあそこで終わらせないで1万6000円以下で仕入れられないか探してみたっていうことがあるんですけど、それをやっていただきたいんですね。とにかく、まあステップ1として不要品をかき集めた、それを販売した、で実際にいくつか売れます、思ったより高く売れるものがあります。でその思ったより高く売れたものについてそれ以下の価格で仕入れられないかを、探してみるということですね。探し方はいろいろあるんですけども、リサイクルショップで探すっていう手もあるし、あとは、まあ、ネットで探すのもいいですね。でインターネットっていうのは非常に面白いんですけども、例えばヤフオクならヤフオク、メルカリならメルカリっていう同じプラットフォームの中でも、同じ商品だとしても値段が違うんですね。例えばまるっきり同じものなのに、まあ、写真の撮り方だったりいろんな、売り方のスキルの差で3万円で売れる場合もあるし1万円で売れる場合もあるんですね。だから極端に言うとメルカリの中で1万円で仕入れてメルカリの中で1万円、3万円で売るっていうことも可能なわけですよ。まあ、そういう、まあ、ちょっとね、やってみないと嘘だろうって思うようなことがあるんですけども、まあ、何を言いたいかというと、その不要品を、まあ、売るって言いましたね。でそれ売れた価格以下で仕入れられないか探してみる。でそれを、ヤフオクで探してもいいってことです。ヤフオクとかメルカリで探してもいいってことです。意外に見つかります。はい、で、売れた価格以下で見つけることができれば、その差額を最強ね、自分が得ることができるということになりますよね。で実際私がやったことは1万6000円で販売できた iPad をそれをですね、5000円とか6000円とか8000円とかそのぐらいで、仕入れることができたんですね。その後継続して、そしたらなんか5000円とか1万円ぐらいが利益として自分がもらうことができてですね、でおおこれはすごいと、これで俺の人生変えられるみたいにその時思ったんですけども、だって1個売って1万円利益だとしたら、それ30個ぐらい売ったらもうなんか会社の給料ぐらい出ますよね。なんか生きていかれるじゃないですか、会社に行かなくても。その頃僕ぶっちゃけなんかお金を稼ぎたいっていうよりも会社に行きたくないっていうことが非常に強かったんで、もう同じぐらいの生活レベルでも良かったわけですよ、極端な話。なのでもう1個5000とか1万円利益出せるような商品を見つけられるってすごい感動だったんですけども、
まあ、今のステップでやっていくとそれが比較的簡単に、見つけられます。はい、で3つ目いきます。3つ目のポイントなんですけど、これはですね、今、ステップ1で不用品で売りました。でお金が入りましたね。いくらかで売れました。で 元でゼロだったのにお金がキャッシュがあなたの手元に残ってます。でそれ以下で仕入れられないかって探してみて、でそれ仕入れられたとしたらまた売れてるわけですから、またね、売れば売れるわけですけど、1回売ったものですからね。1回売ったものをまた同じ値段で売るんだから、まあ売れるわけですよ。そしたらまたあなたの手元にはお金があります。元でゼロだけどね。じゃあ3番目何をするかっていうと、これは自分が欲しいものを買ってみるってことなんですよ。自分が欲しいもの、これは、自分が欲しいものっていうのはね、普通にその辺のなんかコンビニとかセブンイレブンとか行ってなんかアンパン買いたいからアンパン買ってきてとかではダメなんですけど、なんかもうちょっとレアなものですかね。あなたがもしゴルフをやってます。でゴルフシューズ、ゴルフのなんかシューズとかいろんな道具とかありますよね。でちょっと日本では未発売の海外アメリカだけで売ってるような、ゴルフのスパイクとかそういうのを探すわけですよ。じゃあどこでそれを探せばいいかっていうと、ちょっとハードル上がるんですけど、海外のサイトで買えば一番いい理想なんですね。で、Amazon って皆さんご存知だと思うんですけど、Amazon のアメリカの Amazon っていうのがあります。 Amazon.com ってやつですね。で、検索窓に Google 検索窓に Amazon って入れて .com って入れるとアメリカの Amazon に行きます。で、日本の Amazon はco.jp なんで全部日本語の Amazon のページが出てくると思うんですけど、 .com にすると、まあ、全部英語なわけですね。そうすると、日本で売ってない、アメリカとか海外でしか売ってないものが結構いっぱいあるんですよ。で、それがですね、結構日本で売られてる金額よりも安いものって意外にあるので、そのアメリカの Amazon とか、あともう一つ eBay っていうサイトがあるんですね。 eBay ってちょっとググってみれば知らない方も出てくると思うんで、eBay っていう、これも英語のサイトにはなるんですけども、そちらでこうネットサーフィンとかをしていただいて、なんか自分が好きなもの、僕だったらサーフィンがすごい好きなので、サーフィンの道具とかなんかそれに、アパレルとか、あとは今言ったゴルフが好きな人だったらゴルフのシューズだったり道具だったり、何でもいいですね。自分が欲しいもの、洋服が好きな人とかいいと思いますね。古着とかもいいし、いっぱいあります。で、すごいワクワクして楽しくなるようなものがたくさん売ってるんで、自分がおこれ欲しいというようなものも、アメリカのアマゾンとか eBay で買ってみてほしいんですね。で、それを買っていただく、買うんですけども、できればそのヤフオクとかメルカリで売っても利益が出そうなものをちょっと探してほしいんですね。だから、Amazon とか eBay で見る、自分が欲しいものを探す。で、自分が欲しいものを探すんですけど、で、それで出てきた時にそれと同じものが、メルカリとかヤフオクで売られてないかってチェックしてほしいんですよ。もうこの時点で不用品販売をあなたはもうやってるわけですからね。だからそのヤフオクとかメルカリの調べ方はそこでも分かってるわけです。で、自分が欲しいものをそこで見てみて、まあ、あったらそっちでね、同じ値段だったらヤフオクで買った方がいいってことになっちゃうんですけども、じゃなくてそれよりも安くあるもの、売られてるものがあります。で、なかったらもう欲しかったらもう買っていいです。自分が欲しいものだからね、ある程度分かると思うんですよね。例えばゴルフのシューズにいきなり8万円とか出して買うっていうのはちょっとないですよね。いくらなんでも、まあ、1万とかそのぐらいだと思うんですけど、海外で買うにしてもよっぽど高いものじゃなければ 1、2万ですよね。ですからその相場の中で自分が買えると思った金額のものを購入して、で欲しいですよ。で、自分の元に届きます。数日かかるとかかりますけども届く。そしたらそれをですね、不用品販売と同じように撮影して、ヤフオクとかメルカリで出品してほしいんですね。そうするとこれはね、理想形としては利益がゲットできる状態で売れるっていうのが最高なんですけども、
これがもしできなかったら、例えば1ヶ月経っても売れない、2ヶ月経っても売れないってなったとしても、もう自分がめちゃめちゃ欲しいやつだから自分が使えばいいわけですよ。なのでまずは、売ることを目指してやるんですけども、最悪自分が使えばいいと、そこまでねこう予防線を張るというか、バックアッププランを考えておいて、進めていくんですね。この3つをやっていただくと、あなたがですねこう持ち出しゼロからお金を稼ぐっていう、そういう順番で、ステップを上っていけますんで、ぜひこれをやっていただきたいなというふうに思います。もう一度こう、まとめますと、1番目が不用品をヤフオクかメルカリで売る。これはただ単に原資、資金を作るっていうだけではない、売り上げでお金を稼ぐっていうだけではなくて、メルカリとかヤフオクで物を販売するっていうことを実践しながら覚えられるということですね。仕入れをする必要がないわけですから、もうお金はかからないです。で、出品するのにお金もかかりません。売れてから、売り上げの 8.64% とか 10% とか、そのぐらいの手数料を差し引かれて入金されるだけなんで、持ち出しをする必要はないんですね。で、しかもやり方を覚えることができる、はい。で、2番目ですね、思いのほか高い金額で売れる商品というのは必ず出てきます。そしたらその商品を、売れた価格以下で仕入れられないか探してみるということですね。リサイクルショップでもいいです。あとは、ネットでもいいですね。ヤフオクとかメルカリとかでも探せる時があります。でそれを探せて、仕入れられたらですね、それを、買ってゲットして、でまた出品してください。そうすればその差額を、差益をあなたが稼ぐことができます。はい。で、3番目ですね。3番目は、不用品販売で得た売り上げだったりとか、あとは、そこでこう見つけた儲けられる商品ですねを販売して得られた利益で、今度は自分が欲しいものを探すということですね。自分が欲しいものを探す、探す先はアメリカの、Amazon.com とか、あとは eBay っていうサイトなんかがいいと思います。まあ、比較的、Google 検索とかやり方を、調べながらやればできますんで、そういったものも使ってですね、ちょっとやっていただきたいですね。はい。ということで、ここまでやっていただくとですね、本当に完璧に持ち出しゼロで、資金を作って、そしてもインターネットで物を売るっていうスキルを手に入れて、さらに、これを仕入れればいくらで売れるっていうことが分かってる状態で物を仕入れることができる。で、最悪自分が欲しいものを仕入れた場合は、売れなかったとしても自分が使えばいいという、そこまでね、バックアッププランを考えてやっていただければね、もうこれ楽しみながらできるはずなんですよね。できます。で、自分が欲しいものだとね、逆にこれ私がね直接教えてる人なんかにもやっていただいてるんですけど、もう売れちゃって残念、がっかりしてるぐらいですね。自分が使いたかったみたいな感じで、なので、その商品の知識も手に入りますし、その売れるものを売ってね、お金を稼ぐっていう、そういう体験を楽しみながらできますんで、ぜひこの持ち出しゼロでお金を稼ぐ方法をもう一回ね、何度か聞いてですね、ノートを取ったりしてやり方をまとめて、ぜひ実践していただきたいと思うんですけども、このもうちょっとね詳しく知りたいよっていう方なんかは、さらに音声でもっとこう自由な生活を手に入れたり、あとは収入を稼ぐ、そういう方法について、無料の音声で、プレゼントさせていただいてますので、興味がある方はこの後、コメント欄に私の方でその、無料プレゼントをお受け取りいただけるそのリンクの方を貼らせていただきますので、ぜひそちらからプレゼントをゲットしていただきたいと思います。まあ、いずれにしてもね、この今回のこの、ライブセミナーをきっかけにですね、もう100円でも自分の力でお金を稼いだっていう体験ができて、そこからね、お金の自由とか、時間の自由をあなたがね手に入れていただくことを願っております。それではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。